2人の記憶を取り戻すきっかけを探しましょう。クリスはここ、フォローはここでしょうか。手当たり次第に敵を倒すことを提案します。敵がおやつを隠し持っているかもしれません。 たわいもない。もっと楽しみたかったくらいだ。 忘れて夢中になっていますね。まだまだ腹ペコであることを認めます。あの拠点も捜索しましょう。そうだな、他にも楽譜が見つかるかもしれない。いや、なんて強さ。お見事です。 ひねり潰してくれ。大事な商売道具が。誰か助けてくれ。誰か襲われているようです。助けましょう。 楽器屋楽譜をたくさん持っているわ。異世界にも芸術は根ざしているのね。あの、助けてくださったら品物の一部を差し上げます。英雄様、ありがとうございました。ささやかですが、これは私からのお礼です。まあ、楽譜をくださるの？
この世界の音楽、どんな響きなのか楽しみだわ。泥棒！俺たちの食料を返せ！あれは山賊が食べ物を持って逃げていくようです。食べ物を奪っていくとは許せません。可及的速やかにぶちのめしましょう。楽譜や楽器を見ると心が躍るの。演奏したくて仕方がなくなるわ。それにしても3人とも記憶が欠けているとは妙な偶然ですね。なかなか高い確率ですね。記憶喪失はごく一般的な現象だと理解しました。いや、それは違うと思うが。私はこの世界に来てよかったです。いろいろな美味、珍味を食べることができました。異界の魚、鳥、野菜、ケーキ、寿司、きっと他にもまだ美味が隠されているはずです。覚悟はいいか。耐えきれるかな。たわいもないね。気がしますが、まあ満足だというならそれでいいでしょう。ありがとう。まあ、はい、いえ、なるほど。いいや、その通りです。そうだね。全ての邪妖は私が滅ぼす。やってみせましょう。激鉄を起こします。コンサートの始まりだ。
ちはだかるなら容赦はしない。これより目標地点の攻略にかかる。殺すの？消え
これでよしっと。そうですね。おお。